はい、ヨーロッパイエコオロギ S サイズ400、ヨーロッパイエコオロギ 3S サイズ1000匹、こんなに頼んだっけML サイズ300、 ML サイズ300、よし、はい、これはカップだね。あ、 SS サイズね。この絶妙なサイズね。これがあのエダハヘラオヤモリが食べるのにちょうどいいサイズ。これが100匹と100匹で200匹。はい、トータルで今回は6、7、8、え、6、7、8、9、10、11、12、2200匹はい、ということでね、今回はミトコオロギさんで、カツコオロギですね、2200匹をね、お迎えしましたお迎えしましたっていうか餌なんだけど、まあ、ちょっと移していきましょうか。まあ、いつも通りコオロギね、カツコオロギ買った時は開封、皆さんと一緒にね、カツコオロギの開封の儀を知って、その後うちの子たちにガーッと餌をねあげていくっていうのはね、動画になってますんで、なんかわらわらいる昆虫気持ち悪いんだけど見てみたいっていう人たちはね、最後まで楽しみながら見ていってください。これ今ヨーロッパイエコオロギが、まあ、S サイズ以上かな、がランダムで入っているケースですね。もうこの中から必要な適切なサイズを選んで、使用するという感じですね。確か S サイズが、まあこのぐらいでしょ、 S サイズっていう、まあ大丈夫大丈夫、このぐらいのサイズですね。やばい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 、うわー、これ何匹いるんだっけ、400匹、ちょっとキャパオーバーするかも。これはちょっとキャパオーバーする疑惑があるぞ。この数はこれだけで400でしょ。どん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 やんないとさ、ねえ、本当はね、サイズごとに分けてケース入れるとね、餌やりの時非常に楽なんですけど、まあこの S サイズぐらいからはね、適当にカップに取って、で大きいサイズからね、ピンセットでつまんで与えていって、残った小さいサイズをちっちゃい餌が食べるね、爬虫類とかにばらまくっていう感じでやってるんで、まあその手順でやれば別にまあ一緒にしちゃってもね、そんなに、なんだろう、めんどくささは発生しないっていう感じですね。どうせ使うんだから。やばいなぁ、この数。これ一匹たりとも逃がさないでケースに移すっていうのが逆に難しい気がするけど。次、ML ですね。これが本命ですね。本命ってなんだ、コオロギ頼んどいて本命ってなんだよって感じですけど。まあ、うちで一番使うサイズですね。カエルにもね、大きすぎずちょうどいいサイズですし、変にね、アダルトのコオロギをね、お迎えしちゃうとね、飼育環境に卵を産みつけるんですよね。で、飼育環境に卵を産みつけると、飼育環境内で、うわぁ、生まれちゃうから、そうなってくるとまあ大変。飼育環境でね、卵を見つけられちゃって、帰るとちっちゃいチビコオロギがね、ケースから脱走するんですよね。だから、カエル飼ってる人とか、特に注意ですけど、ばらまき式でコオロギをあげるときはね、卵を見つけない、大人になる前のコオロギを、よいしょ、入れてあげると良いですね。アダルトのオスはね、今度はケージ、飼育環境内で泣きわめき叫ぶんで、非常にうるさいっていうね、難点があるんですけど、逆にメスは泣かない分静かでいいかと思いきや、メスはメスでそういう卵産みつけ被害、二次被害、二次災害、なんだ、副次的な、悪影響が発生するんで、この ML サイズ、羽が生える前、大人になる前の ML サイズがめちゃくちゃ良い。あ、すっげえ数になってきたな。でもまだいます。ML サイズ300匹、さらに追加。これね、カツコオロギはね、栄養のあるコオロギをキープするのが、まあ難しいというか肝なんですよね。ちゃんとしっかり小松菜与えて、このコオロギたちにもね、しっかり栄養を与えないと、カスカスの栄養のないコオロギ、生きたコオロギをね、自分のとこのペッツたちに与えてもしょうがないんで、ここね、ちゃんと意識して生きたコオロギは管理しないと、何のために餌やってるのかわからなくなっちゃうっていうことがあるんで、まあその分ね、冷凍コオロギは非常に楽なんですが、まあうちにいるね、爬虫類、両生類ってかなり幅広い種類がいますので、全員が全員ね、冷凍コオロギを食べてくれるとも限らないし、逆にカツコオロギの方が食いつきがいいってやつもいるし、
まあいろいろあるんですよね、事情が。まあだから、冷凍コオロギ大半ね、僕は大半のペットたちの餌を冷凍コオロギで済ませてますけど、それだとしてもこのぐらいの活コオロギの数はね、家にいた方がね、都合がいいということで、すごい数が。うわぁ、やば、見て、やば。いやぁ、倍速の数。これ、裏側すごいんじゃない？うわぁ。えぐいね、閲覧注意や。はい、という感じですね。ちょっとこの、よいしょ。施設サイズに関しては、またちょっと別途使うんで、今日はね、映さずにこのまんま、餌だけ、入れてちょっとキープしたいと思います。まあ、このサイズはね、絶妙に、ベビー個体が食べられるギリギリのサイズだったりして、こちらの環境とね混同しちゃうとね、選ぶのが非常にめんどくさいので、SS サイズから下はちょっと別管理って感じですね。今回は全てね、ヨーロッパイエコオロギなので、フタホシはいないんですけど、まあでも2000何ぼだっけ、2200、400、頭おかしいよな。1回に頼むコオロギの量じゃないわ、一般人が。はい、しっかり飯食って水分補給して栄養価上げちゃってください。これ1日置いて明日餌をねガーッとみんなにあげていきたいと思います。はい、こちらは先日お迎えしたアブロニアですね。おお、ほい、ご飯です。食べない？お、食った。はい、いいね。ちゃんとしっかり食べてくれましたね。この子ね、相当元気でかなりわんぱくなんですよね。超わんぱく。今のところね、なんかダニとかがいるような感じはしないんですけど、まあ1ヶ月ぐらいはね、ちょっとプラケでだいぶ観察しづらいですけど、様子見てね、飼っていけたらいいかなと思います。まあ1ヶ月見て、脱皮した後様子見て、それでも、ダニがいなかったら大丈夫ということで、合流をね、もともといるアブロニアたちと合流させたいなと思ってるんですけど、かわいいね。散々暴れ回ったのにちゃんと餌渡したら食べてくれると。おい、おい、いいね。ちゃんと自分で捕獲しにも行けるっていう。しっかりね、小松菜を与えて一晩ね置いたヨーロッパイエコオロギなんで、まあ、ある程度ね栄養価は保証されてんじゃないのかなと思います。ただサイズがね、この子もちっちゃいので、まあ上げて2匹かな今日は。ね、あんまりいっぱい食わせても良くないし、もうちょっと大きくなったらね3匹とか上げてもいいんですけど。いいね、ちゃんとしっかり食べてくれました。この子はほんとね、陽キャですね。もう元気すぎてちょっと困っちゃうけど。はい、続いてはアブちゃん。アブロニアのオスですね。うちで飼育しているアブロニアのオスもスタンバイが過ぎるのよ。ほい、ほい。スタンバイが過ぎるのよ、ほんとにアブちゃんは。いいわ。すごいね。この子ね。本当によく食べるんですけど、あんまり調子の高すぎると良くないんで、まあ、気をつけなきゃいけないんだけど、今日は、おー、ピセット返して。それでもね、今日はだいたい、まあ、4匹ぐらいはあげてもいいかなっていう給仕日ですね。4匹ぐらいはあげていい。今日はね。ほい。ほい。逆さになってから、こんな感じで。もう食べるよ、ほんと。カルシウムパウダーしっかりね、ビタミン D3 入りを今日は添加してるんで、来て間もないヨーロッパイエコオロギ、そして小松菜しっかりね食べてもらってるんで、栄養が高いんじゃないのかなと思ってますけど。ほい、こっち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 。うわー、お、小松菜がちょっとイエコの体から溢れてた。今目まんまりやね。ちょっと脱皮前なんでね、色くすんでるんですけど。うい、うわー、食った。今日はこの辺にしとこうかな。この子はいい食いっぷりだね、ほんとに。かっこ
いいわ、鱗のこの感じたまらんね。うわー、いいね。美味しかったですか、アブちゃん。もうないでチラってこっち見て、ちゃんとこっち見てくるもんね、アブちゃんね。今日は終わりです、アブちゃんは。はい、続いてはもともと飼ってたメスのアブロニアですね。この子はヨーロッパ CB なんですけど、謎に警戒が強いやつですね。おいで。あ、来た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 。餌で釣らないと絶対に手前に来ないやつですね。あー、まあ綺麗だね、色はね。アブちゃんの体重の半分ぐらいしかないから、まあちょっと餌はね、気持ち多めに与えてはいるんですけど、いや、いいですね。ちょっとフリーズ気味、新しくね来た子に比べたら、なんか深みのある緑というか、青みのある緑というか、なんていうのが一番適切かわからないですけど、綺麗なグリーンしてますね。新しく来た子はちょっとライムグリーンというか黄色よりのカラーな気がするけど、送ってる。ああ、いいね。この子は3匹ぐらい食べてほしいところ。ほら、もう1個どう。いいね。運動しながらおいで、こっち。うわ、すごいね、出てきてまで。量食べるわ。アブロニアってほんと食欲旺盛で、まあ、それに乗っかっちゃってたくさん餌あげるのも良くないんですけど、まあ、しっかりね、給餌頻度は週に1回か2回ぐらいで、2、3匹ぐらいかな。太りすぎないように、だけど成長をしっかり促せる頻度でっていう形で餌をね、与えていかなきゃいけないんですが、ほんとね、うち今3匹アブロニアグラミニア飼ってますけど、どの子もめちゃくちゃ餌に対してのね、食いつきがいいですね。餌食い抜群だと思う。種類的に。なんか、食べないとかってあんまない気がしてて。まあ、そう考えるとね、温度とか、通気性とか、そういったところだけしっかりコントロールしてね、バチッとはめてあげれば、そんなにね、飼うのは難しくない種類じゃないのかなって、個人的には今感想としては思ってるんですけど。はい、続いては、エダハヘラオヤモリ。エダハヘラオヤモリですね。いい色してんね。わかります？ここにいるの。ちょっと背景と同化してるけど。いい色してんな。うい、食べましたね。マジでちょっとわかりづらいけどね。ここに、尻尾があって、体がこうあって、で、顔が、よいしょ、ここにあると。食べましたね。まあ、この子たちはね、餌食ったらフリーズするんで、ちょっと次行きます。もう一匹はどこだ？あ、いた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 。いたいた。わかる、ここ。すごいね。見えます？ここに隠れてましたね。これ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 、おい、食べましたね。まあこの子たちはね、まあ1匹ずつか、あげても2匹ずつぐらいかな。サイズがね、そんな大きくないんで、ヤモリ自体の。はい、こちらはエダハヘラオヤモリのベビーちゃん。あ、ここにいる、わかるかな。はい、こちらですね、エダハヘラオヤモリのベビーちゃんですね。まあちょっと霧吹きするんで、霧吹いたらだいぶね、動いてわかると思います。はい、こちらの子ですね、エダハヘラオヤモリのベビーちゃん。まあそこそこ成長してきましたが、うん、まあまだまだって感じかな。見えますかね、かわいいね、ペロペロしてる。いつもピンセットでね、あげてるところばかりを動画でお見せしてましたが、今日は、はい、2S サイズだったかな。こちらをばらまきます。はい、よいしょ。こうやってね、ばらまいておいたら、勝手に食べるんで、何日かに分けて。で、それでもやっぱ僕は心配だから、ピンセットで、おー、めっちゃジャンプしたけど、まあ、だいぶ立派にはね、育ってきましたね。しっかり枯葉の尻尾も大きく伸びてるし。いい感じですね。続いてはこちらですね。何がいるかというと、このケージはグラニュローサアマガエルモドキがいますね。もう一匹、ちょっと見えづらいけど、あー、ちょうど隠れちゃう。おー、こいつ結構でかいんだよな。メスかな。はい、グラニュローサアマガエルモドキもすごい太ってるでしょ。ぷっくりね。
順調にね元気に生きてます。まあ、特にね手間はかかってなくて、本当ザーッと霧吹きするだけ、あとまあ水新しいの入れ替えてあげるだけと、うわーかわいいね、お飛んだ。あとはね餌をばらまくだけなんですよね本当に。まあ、こちらに餌があるんで、これをよいしょ適当にねばらまいとけば食べてくれると。これ全部はばらまかないですけど、ちっちゃいサイズもねばらまいておきます。軽くね、大きいサイズだけだと万が一食べれないことがあったら困るからね。まあ、このぐらいかな。まあ、そしたら大体勝手に食べてますね。お、見てる見てる、行くかな、さすがに遠いかな。おー、食った食った食ったか、あ、食ったっぽいね、目つぶってる、食べるでしょう勝手に。こんな感じでね、もうほぼ放置ですね。まあ、放置って言葉の通り放置ってわけじゃないんですけど、まあ、切り拭きして水変えて餌ばらまいて終わりっていう、もうそのレベルです。あんま乾燥しすぎないようにちょっとほこり溜まってて汚いけど、上にガラス乗っけてます。でちょっとね湿度がしっかりね維持できるように、こっち側だけ網をねそのまま出してて、こっちガラスをね乗っけて、湿度があんま逃げて乾燥しすぎないようには工夫はしてますが、まあでも全然大したことはねやってませんからね。あ、脱皮してるわこの子、これね今脱皮中ですね。こちらの子、後ろ足で体の子、あ、前足でほら薄い皮をねどん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 口の方に持ってって、で脱皮の皮をね食べるんですよね。カエルは後ろ足で、後ろの方から自分の体の薄い皮を前に前にどん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 持ってって、最終的にはまたご飯食べた、食べてしまうという感じで、これがまあカエルの脱皮ですね。だから脱皮殻とか皮が残ることはまずないですね。片方は脱皮してるし、片方は餌食ってるし、順調ですね。口開けて食べてるでしょ脱皮側。あ、終わったかな今。いや本当に美しいカエルです、グラニューローサーマガエルもどきね。まあこんな感じで飼ってます。まあシンプルっちゃシンプルですけどね、飼育環境は。はい、続いてはねちょっとこの子が待ってるんで代表して開けるよ、よいしょ、こちらの子にあげたいと思います。リリーホワイトのダークですね。レースは別にねもうピースとか食べるんで、ういういうぃー、うわね、やっぱり小松菜食べてるのがわかるでしょ、緑色のなんか体液が出てきちゃって。まあ、いつもね冷凍コオロギ与えてるんで、まあ、コオロギが到着した時とか、まあ、解凍し忘れてたけど今日は餌あげたいなって時ぐらいしかね生きたコオロギはあげないんですけど、この子はめちゃくちゃ待ってたんでね、よく見ると口のとこギザギザなちっちゃい歯がね生えてるんですよね。まあだから噛まれるとそんな痛くないですけど、まあこのぐらいのちっちゃいね、ちょっとアップしようか。このぐらいのちっちゃいギザギザの歯分の痛さはやっぱありますよ、噛まれたら。ちょっとアップしたらグロいな、少し、コオロギが。ほら、わかる？こう歯、めっちゃちっちゃい歯が並んでるでしょ？はい、こちらアカメアマガエルの飼育環境ですが、本人は、今切り拭きしたんだけど、はい、こちらにいますね。切り拭きしたらね、寝てるの起きるんですよね。目、バチバチに赤いですね。こちらに関してはもうね、アカメアマガエルはばらまきです。まあ今見たらわかると思うんですけど、あそことかね、いるでしょ。カルシウムパウダーをまぶしたコオロギたちが。もうこればらまいとけば勝手に食べてくれるんで、もう基本的に僕が何かやることはないですね。毎週一回こうやってカルシウムパウダーをまぶした ML サイズのコオロギをばらまいて終わり。あとは水替えと切り拭き。やっぱね、これでアダルトのメス入れちゃうとね、卵をこの床材に産みつけるんですよね。それが帰っちゃったらもう大変って感じなんで、まあ、そこだけ気をつけて入れるコオロギはね、選んでます。はい、こちらはデュアトビガエルの飼育環境ですが、1匹ここにいますね。はい、デュアトビガエル、まあこの子たちはばらまきでもいいんですが、こうやってると食べるんじゃないのかな。あ、食べた食べた。まあピンセットからでもね
食べてはくれるんですけど、まあ、あとはもう飼育環境に適当にねこうやってばらまいておきます。たらもう自分たちのタイミングでね食べてくれるんで。はい、続いてはこちらですね、沖縄シリケンイモリの飼育環境。よいしょ。まあこの子たちね、カメラの餌とかでも全然食べるんですけど、すごいなこれ、だいぶ落ちてきてんじゃんこれ。カットしました。で、与えるのがね、まあ先にこの子にあげようかな、こっち見てるから。先ほどのヨーロッパイエコオロギなんですけど、後ろ足と頭を取ったやつですね。これ渡すと、おい、こうやって食べてくれるって感じですね。そこのぽっちゃりした君、あなたもあげますよ。ほら来て、おいでおいで、おいでおいでおいで、こっちおいで。はい、食べな、頑張れ。よし、いい食いっぷりや。丸飲みしてそのまま。あー、いいね。やっぱね、週に2回ぐらいで全然いいです。あのコオロギね、頭と後ろ足取ってあげたやつをね、家この M サイズぐらいかな、一匹渡してあげるだけでね、結構ねふっくら育ちますね。いいですね、沖縄シリケンオリオン。はいはい、こちらの子ですね、アズマヒキガエル、 340g だったかな、結構でかいやつなんですけど、この子には残ってた、よいしょ、おー早いね、マジで食うの早いな。この子には残ってた二星をですね、ちょっと早めに消費してもらうということで、お自分で近づいて、うわー、おーうまいね。あら、締めすぎちゃったかな。おい、うい、すごいね。この子もね、うちに来てまだそんなに時間経ってないですけど、元気にね生きてます。よう食うんだ、本当に。しっかり体型維持してね、健康に育ってもらいたいですね。はい、宮古ヒガエルちゃんたちのところにもどんどんね投げ入れていきます。ほい、どんどん食って、はい、じゃんじゃん食べて、あー食ってるね、いいね。はい、じゃんじゃん食べてください。お、いいね、食って食ってる食って食ってる。まあ適当にばらまいてね、宮古ヒガエルのところはね。で、翌日見て余ったらそれを回収するっていう感じですね。まあ、二星結構でかいからね、ほどほどの数ね、ばらまいてあげたらもういいかなって感じですね。一生懸命食ってるわ。あなた、お弁当が頭についてますよ。出遅れてる子がいる、これ。食ってる食ってる。うわぁ、あいつが勝った。はい、そんな感じでミヤコもしっかり食べてます。はい、本当はねもっといろんな種類あげたいんですけど、さすがに動画の尺もねとてつもなく長くなってると思うので、最後はこの子たちですね、うちで飼育している東ピルバラヒメイワトカゲのペアですね。ちょうどねあっこにホットスポットがあって、いい感じに日向ぼっこをねこの2匹してましたね。まあ紫外線ライトが全体にバチバチに当たってるので、こうねバチバチに紫外線ライトが当たってるので、まあ、紫外線量は申し分ないと思うんですけど、まあ、それとは別にプラスアルファでホットスポットを設けているということで、この子たちに餌をねあげたいと思います。まあもともとオーストラリアの過酷な環境にいる個体なので、おい、あ、来たか、おいおい、あー取り合いになってる取り合いになってる、おいおい、ちょ難しいね、この子たちシャ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 ってどっか行っちゃうからね。はい、取り合いしないでよ、ほれ、はい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 、もう一匹は、おい、こっちおいで、おい、あーわちゃわちゃしてから二人で仲いいね。食べる時までそんなくっついて、もういつもねこの2匹一緒に行動してるんですよ。ほんと可愛いですよ。ほい、ほら次こっちおいで、こっちおいで、こっちおいで、あーやばいやばい、ちょ難しいな。一匹こっちに投げといて、おい、もう一匹、ここ、もう一匹、もう一匹、ここ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 、あ、これ、これ、これ、あー、喧嘩しない、あー、
全然足らんかもね、3匹ぐらいだと。まあただこの子たちもともとねかなり過酷な環境に住んでるので、腹持ちがなんかねすごいいいらしいんですよ。腹持ちがめちゃくちゃ腹持ちがいいらしいので、あんまりやりすぎると太っちゃうということで、ね、うん、この辺にしとこうかな。だいぶね、ああ逃げて逃げた、お前らすぐ逃げるんだから本当にということで、まあちょこっと登場しましたが、最後にね東ピルバラヒメイワトカゲに餌をねあげてみました。まあこんな感じでいつもね大量のヨーロッパイエコオロギを毎月まあ2回ぐらい買うんですけれども、まあ買った翌日ですね、出てきて、どうしたの、まだ欲しいの、かわいいね、もうちょっと終わりだよ。はい、毎月ね、2回ぐらい大量のヨーロッパイエコオロギを切って、翌日はねこんな感じで、忙しくねいろんな生き物たちにご飯をね与えていますというね、まあそういった、まあルーティン動画ってほどではないですけど、流れを皆さんにお見せするような動画に今回はなったかなと思います。かなり長い動画になったと思いますが、まあいろんな種類の生き物たちがね見れて楽しかったんじゃないのかなと思いますので、もしよかったら高評価ですね、チャンネル登録もしてない方もしいましたらチャンネル登録していただけると幸いです。ということで本日の動画この辺にしておきたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。